東山公園は愛知県名古屋市畜作区にある都市公園。周辺一帯の土地所有者から名古屋市が寄贈を受け1937年に開園。東山道植物園を中心とし、広大な地域に名古屋市畜作図書館や畜作スポーツセンター、東山公園テニスセンターなどの諸施設がある。また、自然散策路として、 東山一万歩コースが設定されている。1989年には東山スカイタワーが竣工した。21世紀に入り、動植物園の拡充などに加えて北端を接する平和公園も含めた名古屋東山の森整備計画が進められている。この公園でボートに乗ったカップルは別れるというジンクスがあるとされており、毎年バレンタインの時期には この時期にしか使用されない伝説の別れのボート、チャレンジ号の無料乗船体験や、男女カップル限定での60分無料サービスなど、それを逆手に取ったイベントが開催されている。園内には1971年から国鉄 C62、軽乗機機関車17号機が、生体保存されていたが、リニア、鉄道館に展示するため2010年2月に、一掃された。 アミンのアルバム、インザプライムに、収録の、神様のご褒美という曲の歌詞に、彼女たちの母校の裏山として、本公演が出てくる。ありがとうございます。